劇団鹿殺しの、丸尾丸一郎です。そうです、本当に3年っていうのに全然深い意味はなかったんですけど、なんかついなんかそろそろこう新しいものをやっぱり劇団で生み出したいという気持ちがすごく強くなってきたので、なんだろう、こう劇団鹿殺しとしてリスタートするわけじゃないですけど、こうまたなんか劇団でしかトライできないこう表現方法に向かってこう進んでいきたいなっていう気持ちがすごく今高まっているというのが気持ちですね。だからそれをまずこの3年ぶりに新作になる傷だらけのカバディにぶつけたいという気持ちが強いです。これは2020年の東京オリンピックにカバディが正式種目になっていたらというような、まあ、性格の設定があってですね、それに日本代表がですね、その、2020年の東京オリンピックカバディでですね大活躍するんですね、日本代表のカバディチームが。その先10年後の2030年の話なんです。で、その日本代表で一世風靡をして世間から、もてはやされたその日本代表カバディチームの面々が、まあ、この同じ町でのメンバーで集まってチームを作ってるんですけど、それがこう10年後にどういった人生を描いて、そしてもう一度どういった感じで這い上がろうとするのかみたいな、熱いなんだろう、この時代にこう真っ向からぶつかるような、そういった、ストレートな作品にしたいなっていうふうに思います。はい、はい、僕もこう、まあ、僕劇団で最年長で、42差し掛かり、そしてなんかこうこれから先をどう生きていくかということをこうなんか考え始める時期であったりもするんですけど、プラスなんかこう、まあ、世の中見ててもすごくこう何かに一生懸命になりにくい、まあ、いろんなものがこう多すぎて溢れすぎてこう何かに一生懸命に一本に絞って頑張るというのがすごくやりにくい世の中になっているんだと思うんです。でもなんかこういくつになってもどのタイミングからでもこうもう一度なんだろうね、自分の目線さえこう上げればいつだってこうそこからまた新しい道が始まっていくみたいなことをこうなんかこう少しでも僕たちが舞台上で演じる姿であったりとか物語から感じ取ってもらえるような作品にしたいなというふうに思います。なんでぜひなんかまあ単純に面白いとも思いますので、ゲラゲラ笑ってる帰る時には少しこう気分が晴れてるようなそんな舞台を目指すので、ぜひ楽しみにして見に来ていらしてください。お願いします。